はい、どうも、ゆりです。今回もデッドバイデイライトパート14ということでやっていきたいと思います。さあ、マップはレディ研究所ということで、今回はね、ジェーン・ロメロのアーカイブの衣装を使ってやっていきます。さあ、苦手な室内マップ来ましたね。そして私一人叫んでいく。速攻キラ来ましたね。さあ、これ倒しておいてクラウンということでライト当てます。いきなり真後ろ現れたのでびっくりしたんですが、追ってくるかな。うん、さあ、チェイス続けていきますよ。こっち回って窓枠くぐる。おっと、ピン当ててくる。うまいですね。痛い。ちょっと待って、今の食らっちゃったのはもったいないんですが、まあまあまあ仕方ない。距離離していきましょう。さあ、まだ追ってきてるか。このポジションあんま強くないんでね。この板は強いですけども、こっちから来る。どっから来てますかね、これ。そっちから来る。 OK、 であれば倒しておきます。ビンで移動速度下げられて、ちょっと待って、距離がだいぶ離せないんで、今度こっち回っていきますか。あれ、追ってきてないですね。そこ発電機やってたかな。いやー、まずい。私続けて終わりたかったんですが、よいしょ。とりあえず治療終わらせます。ずさんがないんでね、すぐ治療できますね。これはありがたい。さあ、そこでやってる。もしダウンしたらライト行きますけども、さあ、どうだ。あ、でも割と、あー、ちょっと待って、これ私体見てたらまずかったかな。さあ、後ろ向きで持つですよね。さあ、これライト当てるんですが、そこ服あるかな。よいしょ、回そう。あ、もう残り3台。発電機めっちゃ速いですよ。ここもつきそうですが、さすがに釣られる場所が、まあ、よろしくないので、これ倒さずに持ちます。回ってますね。 OK です。じゃあ、こっちも回ってギリギリ攻めていきます。これも倒して、ライト当ててきますよ。ピン食らってても関係ないです。さあ、こっち回っていきましょう。あ、で、あれですね、アーカイブが、ホワイトグリフなんか設定してるから今出てきた感じですね。まあ、これはもう後回しでいいんですが、今追われてないかな、誰も。シリルも全開できていい感じですかね。さあ、これ回しちゃいましょう。一人ね、バラバラで発電機やってるので、ペースがめちゃくちゃ速い。今ね、来たな。最初の続きやっていきましょうか。こっち離して、この間ですね、板あるので、で、一旦旋回決めたい。あー、食らったか。そして瓶も食らう。まずいですよ、これ。距離詰められるので、待って、チェフいる。大丈夫か。こっち回って、ここの発電機ないから、あれ追ってきてない。どこ行った。見失ってるかな。今、奥いましたけど。いや、来てるかな。うん、足跡見つけました。さあ、倒しておいて、とりあえず先倒します。で、窓枠越えて、奥行きましょう。さあ、まだ追ってきてる。いいですよ。さあ、これも倒す。で、ライト決める。いいですね。室内でもガンガンチェイスやってきます。割とね、レディー強ポジ多いんでね、全然、同歩キラーであれば、チェイスはできると。さあ、瓶そこ巻いて、普通に追ってきてる。逆から来てるな。であれば、こっち回っていきます。オッケー、そこは乗り越えません。乗り越えてくる？来ないですね。であれば逆から回ります。あそこ瓶投げる。こっちには行かずにここを倒していく。素晴らしい。でシェリルが、半分まで進んでますね。ありがたい。それまで耐えましょう。レナリ発動するので。さあ、まだ追ってきてる。オッケー、頑張って稼ぎます。
回って乗り越える。そのまま奥まで行って、ここで一旦、板使いましょうか、うん、よいしょ当てる。ちょっと焦ってあれですね、瓶も投げてこないように待ってますね。さあそのままを、違うかあれか、瓶が普通に持ってなかった感じかな。さあもう着きますよ。さあレナリ発動、素晴らしい。ありがとうシェリル、最後まで回してくれましたね。で、あとは私がチェイスで巻くだけなんですが、ん？追うのやめましたかね。これは通電した方見に行ったかな。まずいな、ゲートどこだ、こっちかな、あこっちだ。あでもノーアンはない、オッケーオッケー。で開けてくれてますね、両方開けてくれてる、オッケー。シリルもいる、ナイス。いいタイミングで戻ってきましたね、素晴らしい。これ私からやりましょう。いやナイスです。ジェフも逆開けてたので、ちょっと待って、ボーラシしてるクラウン。クラウン最後なんか放心状態みたいになってましたけども、おジェフハッチですね、いやーよかった、無事全員脱出と。ポイント低いな。私そういえば私全然あれですもんね、発電機回せてないので、うん、はい。ということでね、今回もご視聴いただいた皆さん、あこれじゃないわこれか、あにしても19000、うん低いな。はい、ということで、今回もご視聴いただいた皆さんありがとうございました。それではお疲れ様でした。